230キロ近い人のウエイト、ペリーショール。日本では初めての試合になります、ペリーショール。相手は実力であります、ペリーショール。巨漢がリング強豪がやってまいりました。全く見えません。得意は散歩あるいは柔道でありますが、相手はミートトラック、ケリーショール。19kg USA ケリー赤っ兄弟。体重差26キロ差ですか。ねえ、ねえ、なんかあのヘビー級というのは90キロ以上なんですが、なりますでしょうか。おっと、かかっていった、ミートトラック、ミートトラック、かかっていった、そういったことを言ってる人がないか、組になった、そして、おお、初めてグラウンドのテクニックだ、初めて、そのグラウンドのテクニックはベールの中だった、決まった、腕しげ、腕しげ、早いですね、やっぱりね、そうですね、なんとも今逃げた、気がついてますでしょう。ヒョードルの方に血がついてますよね。その、後に昨年の12月、トーナメント B ブロックに参加した、はい、おっとミドルキャッチした、キャッチしながら、おお、これだけですね。そしてアグレッション、おお、いろんなものを出してくる、いろんなものを出してくる、抜けられましたね。さすがレスリングプラス柔道のテクニックを持っているケリーショール。ヒョードル足関節に関してはちょっと明記ないですね。ケリー試験も勝ったことがあります。エメディアエンコヒョードル、もちろんグローブも練習しています。さあ、11だ、1ラウンド1分47秒とコールがありました。今日は純粋、まあ、この選手ですね、ええ、ボルグハーン率いる、はい、通称狼金原さん、強いですね、はい、ヒョードル。ヒョードルのパンチもいいし、数も良かった、はい、決してこちらのショールも弱くはなかったですよ ね、 そうですね。いや、2歩も先を行っていたようであります、エメディアエンコ・ヒョードル。